久しぶりに世界一眠たくなる授業、行動経済学をやっていきたいと思います。今日はですね、行動経済学の恋愛編ということで、マッチングアプリを経済学の視点で考察していきたいと思います。というのもですね、私はよく芸人のさらば青春の光さんがやっている番組、この本誰が書いとんねんというのをよく見るんですね。で、そこに今回の主役の本であるじゃん、大学准教授がマッチングアプリに挑戦してみたら、経営学から経済学、マーケティングまで学べた件についてという本を書いた高橋みさのりさんが出演していたんですね。で、その回を見て、あ、これを読んでマッチングアプリを行動経済学的に分析していきたいなと思いました、はい、ということで今回の動画の流れとしては、第1章本の概要、第2章マーケティング編、第3章行動経済学編、第4章マッチング理論、ここは完全ルナ氏の考察ターン、第5章最後のまとめです。それでは今日も一日お疲れ様でした。ごゆっくりお楽しみください。じゃあまずは第1章本の概要です。この本はですね、経営学が専門の高橋教授が実際にマッチングアプリを利用した経験をもとに書かれています。じゃん、これは実際に本の中に出てくるキャラクターです。はい、こうね、実際に利用する中で全然マッチングしないとか、マッチングしてもデートまでたどり着かないとか、いろいろな壁にぶち当たるんですね。そんな中で、経営学とか行動経済学、経営戦略、社会学の観点から分析して、女性と会うまでの成功の道のり、奮闘が描かれた本になっています。あの表紙に経営学、経済学っていう感じで書かれてはいますが、すごい難しい単語とか専門用語が出てくるわけではなく、本当に簡単に楽しく書いてあるので、すごく集中したら1時間半から2時間くらいでサクッと読めちゃう本です。なんかビジネス書でもないし、学術書でもないし、なんか新ジャンルの面白本みたいな感じです、はい、ではここから筆者がどんな戦略を打っていったのか見ていきたいと思います。第2章マーケティングです。じゃあね、そもそもマーケティング活動とは何なのかっていう定義を見ていきたいと思います。皆さんよくマーケティングっていう言葉は聞くと思います。マーケティング活動とは、価値を創造し、この場合価値は製品ですね、それを伝達して提供することです。伝達は広告を売ったりとか、あとは製品を流通させる必要がありますよね。で、最後にそこに適正な価格をつけて提供する
していくストーリーになっています。よくですね、マーケティングにおける分析の手法として 4P 分析とか 4C 分析っていうのがあります。少し経済とか経営をかじったことがある人なら聞いたことある単語なんじゃないかなと思います。では、その 4P 分析っていうのは何なのか見ていきましょう。じゃん。 4P とはプロダクト、プライス、プレイス、プロモーションの4つの P です。で、婚活市場の場合ですね、プロダクト、製品は自分自身になります。で、プライスっていうのは製品の価格なんですけれども、この場合自分の価格をどう定義するかというと、アプリを使用するためにかかる費用、課金費用とか、自分とメッセージをやり取りすることにかかる通信費とか、あとは実際にデートをするってなった時にかかる交通費とかが自分自身の価格になります。まあ、本の中では筆者はトータル大体2万円くらいと設定して、2万を払ってでも会ってみたいなと思わせる必要があると考えました。で、プレイスっていうのは今回の場合はもうマッチングアプリという場所で決まっていますね。で、最後プロモーションっていうのはプロフィールページですね。いかに自分をよく見せて相手に会ってみたいなと思わせるかの広告がマッチングアプリで言うとプロフィールになってきます。
渡航しました。ライフスタイルを共有できる方と出会えたら嬉しいです。年齢35歳、身長178センチ、体型がっしり、職種大学准教授、年収800から1000万円、はい、これね、何が面白いって自分で書いて、その下になんかすごいハイスペックな独身男性に見えるっていうコメントをつけてるんですね。まあ年収がね、大学准教授だから高いですよね。なんかそれだけでまあハイスペックには見えちゃいますよね。はい、このようにですね、今の自分の現状とか市場をまずは4つに分解して、それぞれを考察していくんですね。プロダクトだったら自分の強みは何だとか、自分が今持ってるものは何だって分析していきます。で、プライスだったらいくらくらいの価値かなとか、それぞれを分析して消費者の購買行動につながるように、ここで言うと女性にいいねをしてもらうまでの戦略を立てるのがマーケティング活動でした。はい、では次、第3章、行動経済学に入っていきたいと思います。そもそもですね、行動経済学とは、じゃん、経済学と心理学を掛け合わせた学問です。これまでの伝統的な経済学だと、人はね、常に合理的な判断をすると定義されてたんですよ。でもやっぱり人って直感とか感情によって不合理な判断もしちゃうじゃないですか。そういった人間の不合理さを前提に、経済活動を研究するような学問を行動経済学と言います。今回の本ではプロスペクト理論、アンカリング効果、ナッジ効果、サンクコストという4つの行動経済学用語が出てきました。で、今回はその中でプロスペクト理論とナッジ効果について見ていきたいと思います。というものが重要になってきます。で、
しているかというと、人は何かを獲得した喜びより何かを失った時の苦しさの方が心への作用としては大きいんですね。それを表したのがこの価値関数のようです。同じ100万円を獲得した時でも喜びの量がこれくらいだとすると、失った時の苦痛の量はこれくらいになるんですね。基本的に人は損失、何かを失うことを避けたいという心理があります。ここはちょっとプラスアルファなんですけれども、さらに何かを得るとき、人は現在バイアスというものがあります。それはですね、この価値が将来に行けば行くほど、遠い未来になればなるほど価値が下がってしまうということです。ちょっとイメージつかないかもしれませんけど、具体例としては2つの選択肢があって、どちらかを選んでくださいという状況があります。1つ目が今すぐ1万円をもらえる、2つ目の選択肢が1年後に1万1000円もらえる。さあどっちを選ぶとなった時、結構多くの人が今すぐ1万円をもらうという選択をするんですね。冷静に考えたら1年後の1万1000円の方がお金の量としては多いじゃないですか。でも人の現在バイアスによって1年後の1万円の価値は時間とともにどん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 減っていくんですね。だから人は現在の利益を取りたがるという性質もあります。もう一つね、重要な関数がありますので見ていきましょう。眠たくなってきましたか？じゃん、確率加重関数です。例えば飛行機で事故が起こる確率とか、宝くじで一等が当たる確率とか、そういった確率に対する人の判断ですね。青線が実際の確率、赤線が人が感じる確率です。実際の確率が低いほど心では高く感じ、実際の確率が高ければ高いほど人は低く見積もる傾向にあります。これ難しいですね。例を出すと分かりやすいんですけど、宝くじの一等が当たる確率は 5% ですって言われた時、かなり低い確率であるにもかかわらず、なんとなく人は自分だったら当たるんじゃないかという期待を持って確率を高く見積もってしまうんですね。一方でお医者さんからですね、この手術の成功確率は 85% ですって言われたとします。 85% って結構高い確率だけど、でも人はそういう時って残り 15% は失敗するんでしょ、結構やばくないって思うんですね。それは実際の高い確率より低く見積もってしまいます。まあ、こういった確率加重関数というものがあるんですね。この価値関数と確率加重関数、これが行動経済学のプロスペクト理論の
このプロフィールに2つの文章を付け加えました。丸1、現在大学の研究活動期間で授業がなく時間に融通の利くこのタイミングにどなたかと出会えたらと思うので積極的にマッチングをお受けしたいと思っています。丸2、また結婚を見据えたお付き合いをしたいと考えており、交際後はアプリを退会するつもりです、ということです。この丸1は今だけマッチングしやすいという利得を提示していて、丸2はこの機会を逃すといつマッチングアプリから退会するかわからないという損失を提示したということらしいです。はい、読んでるときはこれで変化あるのかなって疑心暗鬼でしたけど、実際にあのプロフィールを見られる数、見られた数とか、そこからいいねをもらえる数とかはちゃんと増えていったとのことらしいです。で、プロフィールを改善した後に筆者がぶつかった壁がですね、メッセージが続かない、そしてデートに繋がらないという壁にぶち当たったそうです。で、それを解決するのがじゃん、ナッジ効果です。デートに誘えるということですね。まあ
の食べがてらこの人に会ってみようかって思わすことができるらしいですね。実際に筆者もこれまで全然デートの約束を作ることができなかったらしいんですが、美味しそうな料理の写真を載せることでぐっとデートの数が増えたらしいです。このようにこちらの本ではマーケティングとか行動経済学の用語を簡単に説明した後にどのように応用できるかっていうのを面白おかしく書いてくれています。では最後の章、マッチング理論についてはこの本には載ってなかったので完全にルナ氏の調べた内容になります。処理してそれぞれの商品に対する A さんにとっての
えばその A さんは過去にこういう商品を買ったから同じような種類の商品を出すって言ったアルゴリズムもあれば、 A さんの属性データですね、年齢、性別、地域とかそういったデータから同じような消費者が買っている商品を出すようなアルゴリズムもあります、はい、では次、マッチングアプリのユーザーとユーザー推薦システムはどういったものなのかというと、ここは一緒ですね。過去の行動履歴とか A さんの属性データ、あらゆるデータを使います。で、そこから人と人とのマッチングなので、A さんにとっての B さんのマスコア、B さんにとっての A さんのスコアを出して、そこから集約関数というものを使うことで、総合のスコアを導き出します。で、このスコアが高ければおすすめの相手として表示させるって言ったシステムになっています。はい。さっきの EC サイトの場合だったら、消費者の商品に対するスコアを出せばいいだけだったんですけれども、マッチングアプリの場合って自分がお客さんでもあり、自分が評価される商品でもあるわけじゃないですか。だからお互いのスコアを集約関数によって処理して総合スコアを出す必要があります。まあ、こういった複雑な処理を可能にしている一つの理由としては、マッチングアプリはユーザーのプロフィール情報が豊富にあるということです。 EC サイトだとユーザーはわざわざ自分の職業とか趣味とか異性のタイプとかって書かないじゃないですか。でもマッチングアプリのプロフィールにはあらゆる情報が書き込まれているので、そのデータを計算させてスコアを導き出すことができるんですね。つまりですよ、そういったアルゴリズムが働いているのであれば、やはりプロフィールを充実させることはとっても大事なんですね。今回ですね、この本を読んだり、あとは独自でマッチング理論を学ぶことによって分かった結論としては、マーケティング論、経済行動学などを用いてプロフィールを充実させようということです。はい、いかがでしたでしょうか。本日はこの本をもとにマーケティングの 4P 分析、行動経済学のプロスペクト理論とナッジ効果を見ていきました。そして最後にマッチング理論を見て、マッチングアプリのね、システム、裏側のシステムを見ていきました。ちょっとプロスペクト理論をね、説明する上でも関数の話を出しちゃったりとかして、ちょっと難しい内容になっちゃったかなと思うんですけど、もう行動経済学シリーズもかなり回を重ねているので、今回の内容がちょっと難しいなと感じた方はぜひ私の過去の動画も見てくれると嬉しいです。この本の URL とか、あと参考文献などは概要欄に貼っておきますので、